はい、ツイッターのトレンドに第3次世界大戦が上がってきましたよね。まあ、これはですね、ロシアが発射したミサイルがポーランドに着弾してですね、でお二人の方が亡くなったということだということなんですね。でポーランドっていうのは NATO の加盟国ですから、これは NATO 全体に対する宣戦布告というふうに捉えることができます。さあどういうふうになっていくのか動向が注目されるわけなんですが、もうちょっと情報を取ってみるとね、これはウクライナに発射したミサイルを迎撃した際にその破片がポーランドの、まあ、領内に着弾して、まあ、不幸にもまあ、流れ玉という形でね、その破片でお亡くなりになった方がいたということなんですよ。まあこれはポーランドからロシアにどのような抗議がされるのかということと、あとはね、ロシアがね、もうこれで自暴自棄になってしまうのかもしれませんし、もしくはこれを発端にですね、ロシアを完全に殲滅して分割統治しようというね、中国アメリカの意向が働くのかもしれないですよね。第3次世界大戦ツイッタートレンド、まあこういうのが上がってくる時点でちょっと不気味な感じがします。これにかこつけて緊急事態条項、これが日本で成立することになったら、私たちもまあここで終わりということになるのかなという話ですね。引き続き情報を精査していきたいと思います。